続いて四号艇の浜根雅健吾選手にお聞きいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、浜根選手が手にされたエンジンは二連対率が三十八パーセントで四節使用して二回輸出があります。はい。はい。手にされていかがでしたか。まあ昨日はね参考にならなかったんですけどもね。はい、はい。まあ普通ぐらいはいってると思います。はい。昨日から今日で変わった部分というのは、ええー、まあ回転も少し上がってきてたんで。はい。 昨日はではその回転不足の部分もあって、スタートのところがちょっと決まりにくいかなという部分がありましたか、ね、そうですね。はいはい、ではプロペラの調整をしていけば、十分楽しみな足になりそうですか。そうですね、濱、はい、<laughs> 根選手はどんな雰囲気の足がお好みなんですか、僕はやっぱり乗りやすさ重視なんで、はいはい、そこにしたいと思います。はい。 近況はフランギアスミアさんで四場所連続輸出中ですがご自身のリズムとしてはいかがですかまあ最後で優勝できてないんでねはい、はい、爪が甘いのかなと思うんですけどもでは最後の最後までしっかりと仕上げて優勝をぜひ見させていただきたいと思いますはい、はい、では一節間にかける意気込み改めてファンの方にお願いしますえそうですね一節間、えー、気合入れてきますんで応援お願いしますはい